別所講師小僧。右のものは直径12センチメートルの巨大なもの。南室佐公民館所蔵品。2019年9月6日撮影。別所講師小僧。天然記念物指定石碑。2019年9月6日撮影。別所講師小僧は、滋賀県加茂郡日野町別所にある国の天然記念物に指定された、勝手っでできた環状の段階の一種である。 孔子小僧とは地中にある根や枝といった植物体の周囲に地下水に含まれる鉄分が水酸化鉄となって付着沈殿し核となっていた植物体が腐食して抜け落ち空洞化したものでその形状が幼児を連想させるために小僧の名がある日本国内では愛知県豊橋市の孔子原で最初に発見されたことからこの鉱物には孔子の地名が冠されており 人の小指程度の小さいものであれば、日本国内各所で見られるが、とりわけ、滋賀県日野町別所地区のものは、直径10センチメートルを超える巨大なものを含むことから、1944年11月13日に、国の天然記念物に指定された、別所講子小僧、大津市別所講子小僧の、一別所高志小僧。南室佐公民館所蔵品。 2019年9月6日撮影。別所講師小僧。中空になって貫通している。南室佐公民館所蔵品。2019年9月6日撮影。別所講師小僧。南室佐小学校所蔵品。2019年9月6日撮影。国の天然記念物の別所講師小僧は、 滋賀県加茂郡日野町の西部に位置する別所築地、幕府の業界岩層から産出する。天然記念物に指定された場所は、日野駅南南西方向、大見鉄道本線と国道307号が並行して走る東側の標高約180メートル付近の補助整備された水田の一角に所在する。甲子小僧の生因は前述したように、 地下水に含まれる鉄分は植物体の周囲に付着沈殿してできた、カッテッこうの段階である。鉄分が多い地層中の透水性が悪く地下水が溜まりやすい、南東水層の上などによくできることがあり、また、地中のあまり深くない場所にできるため酸素の供給も、あることから、核となっていた植物体などの有機質部分が、バクテリアによって分解され、 沈殿した水酸化鉄の外殻だけが残る。別所格子小僧の場合、約300万年前に、鈴鹿山無役一帯に存在した小岩湖湖畔に、生育していた植物の根や小枝に鉄分が付着、沈殿したものと考えられている。この現象自体は珍しいことではないが、別所の格子小僧は、他地域のものと比較して大きく、直径が7から8センチメートル、 中には10センチメートルを超える巨大なものもあり、孔子小僧としては特別に巨大なものの産出地として知られ、北海道名寄市の名寄孔子小僧と共に、日本全国で2件しかない国の天然記念物に指定されている。指定地には天然記念物であることを示す石碑が建てられているが、孔子小僧は地中にある鉱物であり、かつ国の天然記念物であるため掘り返すことは、 文化財保護法で禁止されているため、この場所を訪れても、孔子像を見ることはできない。別所孔子像の実物は、石碑のある指定地から南東方向へ2キロメートルほどの場所にある南筆作公民館に保管展示されている。南筆作公民館に保管されている別所孔子像は3点の大きな勝手校と、隣接する日野町立南筆作小学校所蔵の 複数点のカ鉄鉱であり、このうち3点の大きなものは2つが環状で、表面に凹凸のある大きなものは直径1 2トル長さ2 2トルで中が貫通した空洞になっている。もう一つは直径6トル長さ1 2トルで穴の中に木が詰まっている。大きい3点のうち環状ではないもう1点は縦1 0トル 横12センチメートルの台形状のもので、断面に2つの穴が開いている。別所地区一帯は、かつて小琵琶湖の浅いところであったと考えられ、孔子小僧が生成された後に起きた隆起によって、丘陵地になった山林を明治時代に開墾したところ、大きな孔子小僧が多数出てきたといい、その場所が今日、天然記念物指定エリアとして石碑が立っている位置で、ある。 孔子小僧は小琵琶湖に堆積した粘土、汁と砂、礫などからできている小琵琶湖僧の中に所々、見られるが天然記念物に指定された別所地区には特に密集して埋蔵していると考えられている。AB 別所高市小僧文化庁ウェブサイト2019年9月14日閲覧 ABCDE 市の p 9 9 8 p 1 0 0 0 a b c d シハラ ピアニッシモ1から2。AB 大久平。AB 上田。ピアニッシ四43から44。AB 滋賀県教育委員会。AB 日の観光協会。南筆作公民館。現地解説版。AB 滋賀県日の町別所高志小僧ジャパン。ジオグラフィック。2019年9月14日。閲覧。AB 滋賀県高等学校理科教育研究会。 地学部会編、ピアニッシも152から153。ありがとうございます。